ハミキって可愛い、ありがとうございます。こんばんは、私も今日カレーでした。一緒じゃん、一緒、イエーイ。パンと食べればパンもないんですよ。うどん茹でればいいんやで。それ思ったんですけどね、うどんないんですよね、うち。そう、うどんね、あったら絶対便利だよね。カレーなのに、そう、カレーなのにね。だからね、今炊いてますよ。あとね、あと12分だね。あと12分で炊けるので12分ちょっとお待ちいただいて。こんばんは、今日はすぐ来れてありがとうございます。来てくださって。髪切ったのか。そう、髪切ったんですよ。どうですか、切りすぎた？あんま分かんないかな、あんま変わんないよね。どうだろう、分かんない。前髪が結構ねいい感じに切ってもらって、お気に入りですね、すごく。なんか美容師さんにこうやって耳かけてから上をファッてやるといい感じになるって。あれ、私じゃできないわ。パスタもないですか。あ、パスタならある。パスタでよかったか、確かに。どのくらいぶりに髪切ったんですか。ね、3月から切ってないですね、多分。私カレーインスタント、あのね、ルーから作ったの。私ルーは作ってない。ルーを入れて煮込んで野菜も切って作りました。ご飯炊いてるの。ご飯炊いてます、今。好きなカレーのトッピングは何。チーズ。でも今日納豆乗せたいなって思ってるの。いい感じだ、かわいい。嬉しい、ありがとうございます。髪型かっこいい、やった。今日ねメイクもねちょっとね強い女って感じでやってみたんですけど、どうですかね。もうリップもね深い赤を使って、で目もねちょっとねギラギラに、ピンクギラギラにしてみた。強い女感出てますかね。くまちゃんの方、ハートありがとうございます。激辛配信ではないですよね。いや、甘口なんで大丈夫ですよ。めっちゃなってんな。ちょっと一回切った方がいいかな。辛さ甘いの、中辛、激辛。甘いのです、甘口です、甘口。強い女感あんまり。嘘、強くない、強くないですか。イエーイみたいな、イエーイ。くまちゃんの方、ハート100個ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。ハート、強さもあるし可愛さもある。あ、天才、褒める天才。ショート似合う、ありがとうございます、嬉しい。ショートね、ショートが似合う女になりたいの、私。カレーじゃなくて飴やん、なるほどね。5点、5点満点中だよ。強い弱い以前に可愛い。嬉しい、ありがとうございます。強い弱い以前に、やったぜ。童顔だと髪型に関わらず強くはなれない。そっか、童顔って言われるのは嬉しいので、それはね嬉しい褒め言葉として受け取っておきます。ゆいちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。星投げ完了、落ち着いてみるを聞く。星投げありがとうございます、お疲れ様です。ブログも読みましたよ。あ、本当ですか、嬉しい。ブログ最後まで読み終えた方、はーい、あなたはすごい。まだお仕事してるのでご挨拶だけ。あ、そうですよね、まだ7時半ですもんね。なかなかね来れないって方もいらっしゃると思うので、すいませんね。はーい、はーい。ありがとうございます。結果ゆうちゃんは全ての女子が好きなので、そうですね、全ての女の子は可愛いに決まってるし、もう全ての女の子がいとしい、私は。何の話。髪型とかもね、結局何でも可愛いし、ピアスもね開いてる子好きですけど、別に開いてない子も好きなんですよ。なんていうのかな、ビビって開けられない子も可愛いと思う。なんかこれクマみたいに見えへん、大丈夫かな、なんかクマみたいに見えてきた私。
ごめん帰ってから読むね。あ、もう全然ゆっくりで大丈夫ですよゆっくり時間のある時にね読んでくれたら嬉しいです。今からブログ読んできます。素晴らしい、素晴らしいです。さっぱり加藤さんこんばんは。さっぱり加藤です、こんばんは。カレーのお肉は何肉、そうね今日ねお肉ね買うのがめんどくさくてね買ってないんですよ。カレーの具材は結構前にもともと買ってあったから、野菜だけね煮込んで食べます。見えるクマね、クマに見えるよね、ちょっと怖いわ。クマじゃないですよ、ちゃんと寝てるからね。10時間睡眠だよ私、これラメだからね髪切って一層可愛さが増してます。嬉しい、ありがとうございます。ショートが似合う女子になるんだ、俺は、俺はなるんだ。こんばん、こんばんは。よいしょ。今日の晩ご飯はたこ焼き。素晴らしい、素晴らしいじゃん。たこ焼き食べたいな久々に。もうなんかね大阪人としてねちょっとね名古屋のたこ焼きを食べるのがねちょっとねなんだろうな、心苦しいと言いますか、食べていいみたいな感情になっちゃう。野菜カレーやね、そう野菜カレーですよ、野菜たっぷりカレー。ご飯もうそろそろ炊けないかな。あと6分です、あと6分でご飯が炊けます。レッスン始まってますか。レッスンねまだね始まってないんですよね。いつになるかな、そろそろなんかねちょっといい感じにぬーって始まってほしいなって思いますけどね。あー髪切った、かわいい、ありがとうございます。髪切りました。おうちラジオ聞きながらブログ読むよ。おー最強の、最強のアラータイムですね緑のお茶の方似合う、ありがとうございます。似合うだって、イエーイ。髪は伸ばさないの。髪ね伸ばしてみたいんですけどね、なんかねサラサラの黒髪ロングヘアに憧れたりはするんですけど、そうブログにも書いたんだけどね、私結構髪の毛の癖がねうにょんうにょんだから、サラサラストレートにならないもんで、そううにょんうにょんだからねなかなか厳しいんですよね。もういいんです、私ショートボブの女の子が好きなんです好きなんですよ髪切ってランドセルがますます似合うね。ランドセルね実家ないんかな、なんかね一回探してもらった気がする、なんかなかったんですよ確か。ランドセル背負いたいけどねでは仕事戻ります。にゃー送っとくね、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。 DMM から来ました、ありがとうございます、こんばんはあ、1000人の皆さん見てますか、見てるよ、こんにちは。出遅れました、ご飯炊き忘れ配信ですか。そう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 、そういうこと、ご飯炊き忘れ配信成人式に向けて髪伸ばしたりしないの。ああなるほどね、そういうあれもあるのか。いやでもね成人式もできれば私ショートボブで出たいと思ってます。ミレタさんに借りようかね、ランドセルね借りようかな。天使の方だるまいっぱいありがとうございます、見とるでー、見とるで。久々に見てるよ言えた、あよかった、ありがとうございます、見てるよ見てるよいただきました。あ天使の方モテ王も10個ありがとうございます、モテ王になっちゃうなそのまま小学校行っとき、小学校小学校行って大丈夫かな、こんなメイクバチバチの小学校小学生大丈夫かしらね。さあ私学校がメイク禁止の理由がよく分かってないんですよね、なんでダメなんだろうって思っちゃう派だってさ、社会人になったらマナーとかになっちゃうやん、マナーとかになっちゃうのに学校では何も教わらんわけやん、
いやどうしたらいいんって私はなったから、なんか学校でメイクの授業とかあったらいいのになって思っちゃう。何の話？ショートの関西人ドタイプすぎてやばい。え、ほんま？じゃあ私めっちゃドタイプやじゃない？ドタイプやないですか？猫かな？猫なんかお持ちの猫の方似合う。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。頭緑に染めたことある？緑はないんですよね。なんかねピンクとかに染めたことはあるけど。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。僕も DMM から来ました。ゆいちゃんこんばん。こんばんは。こんばんは。DMM の見れてなかった私。今日何なんだっけ？お構いなしにメイクして学校。いや守ってましたけどね、メイク禁止は一応守ってたけどね。バレるの怖いしさ、私怒られるの嫌いなんで怒られるの嫌いだから校則はちゃんと守ってた多分。あでもスカートは短くしてたと思う。結構ね高校がね真面目な高校だったからね、スカート短くしてる人結構少なかったんだけど、私は短い方が好きだったから短くしてましたね。アナちゃん出てて、あ、アナちゃん出てるやつか。見なきゃ。あれだな。アーカイブ残りますよね。はい、なるほどなるほど。今日の DMM はそうだったんですね。おお、ご飯炊けたー。ルル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 。早川先生の髪型似てる。本当？似ちゃったか。似ちゃいましたね。早川先生。白の服でカレーは危険や。あ、確かに。どうしよう。着替えた方がいいよね。どうしよっかな。てんちゃんと同じクラスになりたい人生だった。私はねもう教室の隅っこでね本読んでるタイプの女だったんで、ちょっとね全然ね話しかけてもね、みたいな感じだったと思う。炊けたね。炊けました。すぐほぐせ。あ、ほぐしてきます。うちのと同じ音楽で焦った。あ、本当ですか。焦らしちゃった。ごめんなさい。カレーはできた。カレーできました。ほぐしてきますご飯。あ、待って、あれがない。しゃもじがない。しゃもじ、しゃもじ、はい。あー、すごい量です。あのね今日3合炊いたの。3合炊いて冷凍しようと思って。ご飯をほぐしてます。はい。ほぐしました。しゃもじー、しゃもじーだよ。純粋な白米ですか？純粋な白米です。それはもう純白ですね。もうマフラーを巻いたペンギンみたいな方ハートありがとうございます。くまちゃんの方ミラーボールありがとうございます。ミラーボール見れなかった。サンゴ、サンゴは1日分。本当にたくさん炊いて冷凍は賢いでしょ、でしょ。出遅れてしまった。こんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。無洗米、無洗米なの。そう、あのね洗えないの私、洗い方知らないの。リカピア1日3合いけるらしい。え、強い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 わ。それはチワチワチワスチワス。さらに幼くなったね。ありがとうございます。幼くなっちゃった。もう今日ねちょっと大人っぽいメイクしてますよ私。
じゃあね、ちょっとカレーを用意してこようと思います。っていうかあれだね、机も用意しなきゃ。机角度がいいかね。こういう角度でいっか。これでいいや。カレー見えへんけど。しゃあないしゃあない。カレーよそってきます。できた。ちょっと角度変えますね。こんな感じかな。ちょっとテロップ変えましょう。じゃあカレー、作ったカレー食べる。はい、あ、マウスピース外さな。待ってください。あう、あれ、マウスピースどこ？あった。マウスピース外します。マウスピース外し配信。はい、こんにちは。ほら見てください。普通に美味しそうじゃない？すごくない？すごいよ、天才だよ私。あ、ちょっと待って、あ、いい角度が見つからへん。ちょっと待って、皆さんカレーが見たいですか？私が見たいですか？どうしよう。カレーだけ写す。どっちも見たい。どうしよう、いい角度ないんやけど、両方カレー見たい。カレー見たい。私見てください。私を見な。はい、善一が見たい。善一くんね、善一くん向こうにいます。はい、ということで、いただきます。いただきます。え、ちょ待って、納豆入れるか迷う。納豆入れる派？入れない派？どうしよう、納豆入れよっかな。とりあえずね、スタンダードに食べてみましょうね。納豆は明日入れるかもしれない。人参入れない代わりにね、ナスをね入れたんですよ私。いただきます。ちょっと待って、もう一回食べる。あ、美味しいわ。あ、すごいすごい。いいじゃん。ちゃんとね、カレーですね。カレーのお皿をカメラの映るところまで持ち上げて、あ、そうですね。カレー見えた方がいいよね。カレー見えないね。ダメだわ。難しいですね。
もぐもぐ配信。うん、ミラーボールありがとうございます。中辛、ね、甘口甘口、めっちゃ甘口ですよ。何カレーだっけこれ、忘れちゃった。バーモンドカレーかな。甘いです。うん、うんうんうん。玉ねぎもね、いい感じにね、しなしなになってて私は好きですね。え、ナスは、あ、ナス食べます。ナスどこ、ナスあった。うん、あけ、うんうん、久しぶりにゆうちゃん見れた、ありがとうございます、来てくれてお久しぶりです。おいしい。広いシャツ汚さないようにね、汚さないように気をつけます。早川先生がゆいちゃんも甘口大好きって言ったの。そう、甘口じゃないとね食べれないのカレー。うんうんうん、そんなことはないかもね。なんかココイチのカレーとか結構辛くてあんまり食べれないですね私は。めっちゃ甘口にしちゃう。イチカラとかも食べれないですね。美味しい。あ、2000人の皆さん見てますか。福神漬け派、らっきょう派。福神漬けが好き。もうらっきょうも好きだよ。漬物基本好きだからね私。見てる、ありがとうございます。私を見な。カレーじゃなくて私を見な。美味しいよ、美味しいです。一口小さい、本当。一口小さいか。早く激辛食べるお仕事が来るといいな。激辛食べないとね、食べれるのにならないとね。いやでもいいリアクションできると思いますよ私。素で無理だもん激辛。本当にちょっとでも辛いとね、うんってなっちゃうから。あ、美味しい。じゃがいも食べたの初めてかも。違う、そういうことじゃない。今回じゃがいも食べたの初めてかも。美味しいわじゃがいも。ホクホクしてる。うん、ゆいちゃんや、ゆいちゃんや、ゆいちゃんですよ。私はゆいちゃんよ。うんが見たい。うんってなんだろう。うーん、うーん。わかんない。うん、なんだろう。やべえ、お腹空いてきた。それが狙いだからね。ここなら見えるんだけどね。こうしてこう、こうか。ちょっとね、難しいわ。カレーをね見せたいわ。カレー見てね、ほらほら、カレーです。カレーだよ。私も見てね。やっぱ私も見てもらおう。よし、メステロ、そう、メステロをかましますよ皆さんに。皆さんにメストロバ、メストロだって、メステロ爆弾をねドドーンとかましちゃいますよ。うん、言ったね。だってフィンランドミラクル歌わなきゃじゃん。じゃがいも大きめに切ったんですけど、それがまたねいい感じになってる気がしますね。食レポ下手だね。なんかね、なんかアイドルになってから友達とかに食レポしてみてって言われる時があるんですけど、
本当に下手くそなんですよ私食レポが。もしかしてすっぴん、今日はねメイクしてるんですよ。めっちゃ強い女メイクを目指して、強い女になりたくてねメイクしたんですけど、あんまり強いというお一個意見はいただけなかったですね。もう可愛いって言ってくれたんで満足です私は。よいしょ。いつもと雰囲気が違ってさらに可愛くなってる。嬉しい、ありがとうございます。うん、ナス美味しいわ。地雷メイクかな、そう地雷メイクみたいなのをね目指した私は。地雷メイクなんかね、まぶ下まぶたに赤とかピンクとか結構深めの色を入れたらちょっと地雷っぽくなれるんじゃないかなーってちょっとね思いながらねやってみたんですけど、クマみたいになっちゃったわ。可愛いけど美少年感もある。嬉しい、それ最高に嬉しいですね。美少年、美少年目指してるんで私。モバメの自撮りの破壊力やばかったよ。本当？破壊できた私。何を破壊しました？どういうこと？破壊しちゃうぞ、あなたの心も破壊しちゃうぞ。やだなぁ。地雷メイクや、ゆいちゃんの地雷メイクや。そう地雷メイクを目指したんだけどね、クマになっちゃった。難しいわ地雷、地雷ファッション、地雷ファッションっていうの、量産ファッションと地雷ファッションがあるじゃないですか。もう両方可愛くて好きなんですよね。似合う自信があんまりないな。自撮りにメロメロでした。嬉しい、最近ね自撮りの研究してるんですよ。なかなかね遅れてないんですけどね。この間もね自撮りの研究しててでもね途中で恥ずかしくなっちゃってふざけちゃうんですよね。みたいな顔しちゃう。自撮りやってる自分にちょっと照れくさくなっちゃうっていうか、そこがまだね素人ですね私は。ピカチュウじゃないの、なんだろう、黄色い生物の方、黄色いあのひまわりの種みたいなの持ってる。ひまわりの種じゃない、なんだろう、なんかピカチュウみたいな方。誰もありがとうございます。家まで破壊されました。家破壊しちゃった、それは怖いな。こんばんは、久しぶり、今月初めてかも。今日の感じも可愛い、ありがとうございます。来てくれてありがとう。自撮り確かにうまくなってる。本当？いや嬉しい、それはプリンの方、ハートありがとうございます。自撮りスキル上がってるし、髪切って可愛いし、やばかった。本当？嬉しいな。褒めて伸ばしてね。褒めて伸ばしてくれるね。日本語下手か。そう、外から出ないからね、人と喋んないもんでね、ショールームとか久々にやるとさ、なんかね何言っていいのか分かんなくなっちゃう。いや皆さんすごい褒めてくれる、嬉しいわ。カレーのお味はいかがでしょうか。美味しいです、普通にカレー、これはカレーだわ。久々来れたよ、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは、偽ピカチュウ、そうピカチュウみたいかなと思って遅れました、ごめんなさい。あーこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ブログの文章力だんだん上がってきてるんで。本当？それも嬉しいな、それはなんか
特別練習したとかじゃないんですけどね、文章とかは。あ、でも最近本の感想は書くようにしてる。感想を読むのが下手なんで、ちょっと致命傷かなと思って、致命傷？致命的かなと思って。アイドルさんって結構インタビューとかでさ、心境を聞かれたりするじゃないですか。その時に、あ、あの、こんな感じで、あのとか言っててもね、通用しないんですよ。通用しないんで、あの、感情を言語化する勉強をね、最近はしてるんですけど。え、おうちラジオ始まった？本当？あ、そっか、おうちラジオじゃん、今日。やばいやばいやばい。めっちゃお久しぶりで、お久しぶりです。来てくれてありがとうございます。カレーを普通じゃなくするのは難しい。あー、でもね、私焦がしたことある。フォロワー4000人記念配信はしたんかな。あ、こんばんは。そう、フォロワーね、4000人ね、あの、超えさせていただいた。日本語おかしいわ。あの、フォロワーさんがね、4000人突破したということで。でもね、この間見たらね、また減ってたからね、4000人ちょうどの時にやったら多分減ってちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃうから、4000人だいぶ超えた頃に4000人記念配信したい。カレーのお味を言語化する練習。そう、カレーのお味をね、言語化したいよね。玉ねぎがしんなりとして、カレーのまろやかな、味が、玉ねぎを包み込み、お米とカレーのルーのまろやかなハーモニーが奏でられ、そのコントラストがチャイナ服来る。あ、チャイナ服いいね。お父さんにねだります、私、チャイナ服。じゃあ、うん、ちょっと何言ってるかちょっと歯じゃないよ、歯じゃないからね、歯じゃないから。4万人になったら4000人記念しよう。あ、ありですねどういうことどういうことやねん。4万人記念じゃなくて4000人記念するの、その時に。だいぶ超えたね、4000人てんちゃん、ヤホミ、ヤホミです。ヤホミ、ヤホミだって。かわいいな、ヤホミ。使っていきたい。チャイナ来たね、チャイナね。チャイナ配信やりたいですね。4000人記念とかで。チャイナで踊りたいですね。私ね、踊りたい曲がいろいろあって、あの、振り V っていうの、なんだろう、振りの映像を送ってもらったんですけど、あまりにも難しくてね、苦戦してるんですよね、今。いろいろ送ってもらったんだけど難しくてねまあね、難しいもんですよ、ダンスっていうのは。最近はね、片思いファイナリーをね、練習してますね。パンダの方、ハートありがとうございます。五十嵐さんから借りたら、この間チャイナ服配信してたし。あ、いいかも。なんか私のコスプレ、はやかちゃんに貸して、はやかちゃんのコスプレ借りてみたいな配信したいですね。まだ会っちゃダメなのかな。うん、早川先生の話だとチャイナ服を嫌がってるって聞いたよ。あのね、なんかね、あのスリットが入ってスッとなってるシルエットのチャイナ服っていうんですかね、はちょっとね、恥ずかしいんですよね。うん、私セクシーキャラじゃないじゃないですか
どういうこと？あのなんていうのかな、まあ色気がないじゃないですか。だからねちょっと残念な感じになるんじゃないかなと私は危惧しておりまして、だからねあのなんていうのかな、ふわっとしたシルエットのチャイナ服だったら着れるんじゃないかなと思って探してます今。セクシーチャイナは嫌がってると早川先生から聞きました。もう何言っちゃってんの早川ちゃん。そこそこセクシーです。 ありがとうございます。そこそこでも嬉しいよ。早川先生はフリフリ絶対着ないって、そうお互いね、私はセクシーなの着ない、早川ちゃんはフリフリを着ないって言ってるんで、まあ交代してみるのも面白いかもしれないですね。ゆうちゃんはズボンタイプのチャイナが似合いそうよ、ね、あれかわいい、いいですね。あれでお団子してね、お団子できないけど私短いから、そろそろ終わろうかな。おうちラジオ聞いてほしいし、あの会員じゃない方はね今しか多分聞けないんで、その髪型ねそのメイクなら似合いそうだけど、ね、本当いけるかな。いやいけるかな。エンジ服絶対嫌って言ってたね。あ、はやかちゃん着せるか、じゃあエンジ服着せちゃうかね、着せちゃう皆さん。はやかちゃんにエンジ服着せたくないですかね、私は着せたいですよ。よいしょ。ゆいちゃんのおうちラジオ聞いてる、あっちはよそ行きの声。そうよそ行きの声だから、よそ行きの私ですよ。あ、3000人やった、3000人の皆さん見てますか。後ろを向いたワンちゃんの方めっちゃ可愛い、ありがとうございます。可愛い超えてかわ、何だっけ、 F 超えてかわぜーと、着せて着せて。着せますよ、じゃあ早くちゃんに、あと私のフリフリのメイド服もね着せますよ、着せて見せます、私が頑張るからね、みんな応援してて。私はやかちゃんのチャイナ見逃してね、今日自撮り送ってもらいました、可愛かったですよ。はやかちゃん演じ、ゆいちゃんセクシーチャイナ。私もそっか、私もだってね犠牲にならないとね、はやかちゃんはね動いてくれないですよきっと。私も殻を破って、はやかちゃんも殻を破るっていう配信やりたいですね。任せたぞ、任されました、交渉してます、交渉してみます。衣装交換しないっつってね。鼻水出ちゃう、アイドルなのに。よくないよくない。着せれなかったら激辛カレーな。そこまで、そこまで私は。はい完食、イエーイ。はい完食しました、よいしょ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 。じゃあね最後歌って終わろっか。せっかくだし歌っちゃおうっていうね。あちょっとテーブルが邪魔ですね、テーブル邪魔だよ邪魔だよあんた。はい今回のおうちラジオ鼻声ほんとよく食べた方だよね、結構食べた今回は。よいしょ、お皿溜めないように洗おう、あそれは大事。食後の一曲、そうですね、何がいいかな、ファイナリー練習してるしファイナリー歌おうかな。よいしょ、食後の運動だからねこれは。
テロップ戻しとこう。テロップ紙を切った。あ、カレーライスの歌あったよね。カレーライスの歌ね、カレーなんだっけ、青春カレーライスかな。あれ覚えられてたらね、めっちゃ良かったのにね。ちょうど良かった。アジサイの方、ハートいっぱいありがとうございます。片ファイ片思い青春カレーライス、青春じゃんそんなのさ適当か。よいしょ、歌うぞ。噛んで歌ってみましょう。強いわ、それは強い。強い女メイクがしたかったんだけどな。ちょっとちゃんと見てください、目を。私の目を見てワイファー君頑張れ頑張れ。よいしょ、ちょっと待って、カレーちょっと少なく盛りすぎたかもしれない。うん、よし、じゃあ歌います。君はこんなに近いのに、僕は遠くを眺めてる。視線の端でさりげなく君の存在を気にしてた。春の日差しのカフェテリア、偶然同じテーブルでハートが固まったように言葉を交わせなかった。僕だった、好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しよう。かファイナリー。人を好きになる理由は誰も説明つかなくて、おそらくきっと後付けさ。情感以上のなぜはない。君の周りの友達はみんな呆れているけれど、僕は一歩だって引かない。ランチタイムが終わっても I love you。 突然だ、恋は突然だ。募る想いどこかに溢れてしまう前に、どうしてもいておきたくて。突然だ、恋は突然だ。空気を読んで抑えてた。
好きだったんだ、好きなんだ、君が好きなんだ、ファイナリー君に伝えよう。本当にありがとうございます。はい、あれ、あ、あ、握手ありがとうございます、嬉しい。歌うの楽しいわ、やっぱ歌うの楽しいです。しかしありがとうございます、ありがとうございます。歌声良きでした、ありがとうございます、ブラボー、嬉しい。ゆいちゃん最高だよ、皆さんも最高だぜ。みんな、みんな最高。歌ってた時強い女感じた。本当？やった、強い女メイク成功ですね。じゃあそれはゆいちゃんの歌声好き、ありがとうございます。これなんだろう、ね、インコ、インコの被り物と、なんだろう、あの鳥さんみたいな方、拍手ありがとうございます。よく見えてないのに、あーわーわーわー、ゆいちゃんに告白したくなる歌でした。告白したっていいですよ、告白しましょう皆さん、私に。ゆうちゃんの歌声好き、ありがとうございます。歌ってる時のゆうちゃん本当に、嬉しい、歌いたくなる、もう永遠と歌っていたくなりますね、そんなに褒められちゃうとね。ということでね、19分じゃん、はい、結構やったな。ね、すぐだった、あっという間だったな今日。緑のやつやの方、ハートありがとうございます、ハート100個ありがとうございます、嬉しい、好きです、好き、スキピトトトトト。また見てるよ、片手で感想書いてくれ、ありがとうございます。メイクで年相応になるね、本当。メイクしてないとね、ちょっと幼く見えるかもね。うん、告白タイム。大好きです、ありがとうございます。また配信してね、また配信しますね。ということで今回はランキングを読んで終わろうと思います。はい、13位から、13位が、黄色い鳥の、黄色い生物の、ジローくんの方、 ありがとうございます。12位がですね、くまちゃんの着ぐるみパジャマみたいなのを着た女の子ですね、ありがとうございます。以上、11位がですね、これなんだろう、あ、ここで一発のやつじゃん、ここで一発のアバターじゃん、かわいいわ、かわいいですね、ありがとうございます。10位がですね、かっこいい竜の方ですね、ありがとうございます。9位がですね、髪型が灰色でチクチクしててね、ハリセンボンみたいな髪型のね方ですね、ありがとうございます。9位で、8位がうさぎさんのかぶり物をかぶった女の子の方ですね、ありがとうございます。はい、何位までやったっけ、8位ね、7位が、待って、ランキング入れ替わりましたのでもう一回言います。13位が、ここで一発のアバターの方ですね、ありがとうございます。12位が龍の方ですね、ありがとうございます。11位がハリセンボンの方ですね、ありがとうございます。で、10位がうさぎさんの方です、ありがとうございます。で、9位が三段重ねのアイスにカワウソが張り付いてる、方ですね、ありがとうございます。8位がですね、魚人間、魚、顔が魚の紳士の方ですね、ありがとうございます。7位が、弓をグイってしてる妖精さんみたいな方ですね、ありがとうございます。6位がプリンの方ですね、プリンの方、ありがとうございます。5位が、寝そべった天使の方ですね、ありがとうございます。4位が四段ガーサイルのワンちゃんの方です、ありがとうございます。で、3位が、月を持った、クマさんの方ですね、ありがとうございます。2位が、あ、くした噛んだ、ちょっと待って、2位が、
アジサイが周りにいる、水色の髪の女の子の方ですね。ありがとうございます。そして1位がドゥルル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 ルン、こっちを向いたね、柴犬かな、なんだろう、ワンちゃんの方です。ありがとうございます。ということで4000人の皆さん見てますか？うんうん、見てるね。はい、よいしょ、パチパチパチ、ありがとうございます。ということで今回はここまでとさせていただきます。よいしょ、見てる、ありがとうございます。ということでね、また配信するときはね、配信するのでどういうこと、配信するときは配信するよ、そりゃ配信するので、よかったら見に来てください。フォローして通知を待っていただけると嬉しいです。でもって、9時までおうちラジオが聞けますので、私のおうちラジオぜひね聞いてほしいですね。よろしくお願いします。おうちラジオ聞いてください。あとブログも今日上がったので、よかったら見てください。ちょっとね、最後まで読みにくいちょっとあのものとなっておるんですが、好きなタイプの女の子についてね語っていますので、よかったら私の好きなタイプの女の子について話を聞いてくださると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ということでバイバーイ。